皆さんこんにちは、こんばんは。今回も始まりましたスノーボードハッチャンネル、ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。さて今回もやってまいりました、スノーボードクロスの大会で何キロ出るのかなチャレンジ。今回は神楽スキー場で行われましたクロスのチャリティー大会ですね。こちらの様子をお届けしていきたいと思います。で今映ってるのはこれ大会の前の公開練習の様子ですね。公開練習 2,3 本いけるんですけど、その中の今回は2本お届けしていきたいと思います。最高速といってもあくまでもこのスノーボードクロスのコースの中で何キロ出るかなということですので、大会の中で一体何キロ出てるのかなということで今回もお届けしていきたいと思います。果たして最高速は何キロ出るのか、無事にコース滑り切ることができるのか、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。じゃあお願いします。はい、よーいドン。はい、まずはこれ1本目いきたいと思うんですけども、一緒に滑っているのは榎本龍プロですね。龍プロちょっかり TV っていう YouTube チャンネルやってます。まずはねこのコースドーンとロールが4個ぐらい続きまして、ここで初めてバンクセクションが出てきます。ここでヒールバンク、はい、この後ロールがあってトーサイドのバンクがあります。これはレギュラースタンスから見てトーサイドヒールサイド言ってます。でここでまたロールが3個続きまして、ここはヒールバンクですね。はい、で前方には、分からない方、公開練習ですのでね、みんなごちゃごちゃに滑ってます。でこの人も抜き、リュープロも抜いて、この後ここがね緩斜面なんですよ。緩斜面の11連ロールぐらいロールが続くセクションになります。でこの後バンクが2個あります。最高速出るとしたらこの後ですね。シャドウがぐーんと上がりましてスピードが乗っていきます。で50キロ台を終えまして60キロ台、で70キロ台に入りました。そしてここでゴールとなります。それでは一体何キロ出たのか振り返っていきましょう。73、4キロ出たんでしょうか。はい、ここで74キロ、ゴール手前で74キロ出てますね。からのゴールということになっております。ということで公開練習1本目は74キロ出ました。でこの後ねリュープロと一緒にリフトに上がって2本目3本目と滑っていきますけども、もう1本公開練習の様子、次は4人ヒートですね、ご覧いただきたいと思います。2本目は解説なしでいきたいと思いますので、ごゆっくりご覧になってみてください。はい、ライダーズレディ、あ、よいしょ。はい、ということで4人のヒートでしたけれども、今回の最高速振り返っていきたいと思います。やはり最後の直線ですね、この辺り急斜面になりますので、ここで一番スピードが出ています。70キロ台後半まで出たんじゃないかなと思います。はい、78キロ、ここで出てますね。ということで今回の最高速は78キロ。1本目のねリュープロとの滑りよりは慣れてきたのでスピードも上がっているという感じです。ということで今回のスノーボードハッチャンネルいかがだったでしょうか。今回もねスノーボードクロスの、まあこれ練習走行ですけども、練習の中で何キロ出るかというのをお届けしてまいりました。またねスノーボードクロスの最高速動画アップしていきたいと思いますので、少しでも興味があるなという方はチャンネルの方をご登録いただいて、過去の動画や最新の動画などなどご覧いただけますととても嬉しいです。ということで
スノーボード8チャンネル、こんなところで失礼したいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。